こんにちは、アルパパです。8月2日にランドクルーザー250ついに発表されましたね。ランクルプラド150乗りの私も皆さん同様この日を待ち遠しく思っていました。すでに多くの YouTuber の皆さんがこのランクル250情報発信されていますので、週末 YouTuber の私は出遅れ感満載なんですが、ランクル250私のインプレッション動画でお伝えしたいと思います。私のこのランクル250ファーストインプレッションを一言で、正直に表すと残念です。一方ですね、残念の対局、熱狂が巻き起こっている場所がこのランクル250象徴しているかなと思っていますが、その場所は、そうですね、トヨタの最重要市場のアメリカです。待ちに待った新型ランドクルーザーの発表ということで、US トヨタの YouTube サイトではこのランクル250絶賛コメントの嵐になっています。このランクル250を紹介している US トヨタの動画がですね、97万回も再生されてて、日本で公開されているワールドプレミアの YouTube 動画再生31万再生をはるかに超えています。熱狂ぶりがこの動画再生数にも表れていますね。ワールドプレミアでプレゼンをされていたトヨタのデザイン統括領域部長のサイモン・ハーフリーズさんがおっしゃってたコメントで、今回のランクル250を一番表しているなと思ったコメントが、ありまして、原点回帰。原点回帰。Taken literally, this means back to origin. ではなくてですね、Coming back to America ですね。The Land Cruiser is coming back to America. So we went back to the origin and we came out looking to the future. ランクルがアメリカに帰ってきた。このコメントがこのランクル250を表している、象徴的な言葉かなというふうに思っています。今動画をご覧いただいている皆さんの中で、なぜ今回ランクル250というネーミングになったのか不思議に思われている方いらっしゃいませんでしょうか。2年前にすでにランクル300が発表されているのに、数字が小さくなっているところに少し違和感を感じていらっしゃいませんでしょうか。実はですね、トヨタの最重要市場であるアメリカではランクル300は、販売されていなくて、アメリカでランクルといえばランクル200が最後のモデルで、そのランクル200もですね、2021年で販売終了となっています。ですのでアメリカでランクルの次のモデルといえば200の次で、すでに300がアメリカ以外では発売されていますので、250というネーミングになっているのではというふうに思っています。今回発表されたランクル250、US トヨタの SUV のですね、ラインナップを見ていくと非常に戦略的な立ち位置で発表された車であるということがよくわかります。現行アメリカでトヨタの SUV はフルサイズのセコイアとミッドサイズ SUV でオンロードユース志向のハイランダー、オフロードユース志向のフォーランナーがラインナップされています。セコイアのサイズ5286、2027、1892、価格が約800万円、ハイランダーが4889、1925、1729、価格が約400万円、フォーランナー全長が4823、全幅1925、全高1816、価格が約500万。でここに今回発表されたランクル250を当てはめるとですね、こんな感じですね。北米での価格が約5万5000ドル、日本円でいうと約700万円と言われてますので、ちょうどセコイアとハイランダー、フォーランダーの中間を埋めるサイズ感と価格帯になっているというのがよくわかりますね。この北米での SUV ラインナップを充実させる立ち位置がまさにランクル250で、パワートレインもですね、ハイブリッドをアメリカでは用意しているなど、しっかりアメリカで力を入れているモデルになっています。北米にターゲットを合わせていて、日本市場には、ほぼターゲットを合わせた車になっていないという点がですね、まあ、私が冒頭残念ですと、
申し上げたファーストインプレッションにつながる理由になります。細かく見ていても残念ポイントがいくつかありますね。ここから先はランクルファンの方にはですね、ネガティブに聞こえるかもしれませんが、ご容赦ください。皆様すでにご存知の通りかと思いますが、残念ポイントの一つ目、最大の残念はですね、なんといってもサイズですね。ランクル300とほぼ同じサイズになってしまっています。150プラドの場合は、お兄さんであるランクル300をですね、一回り小さくしたサイズ感だったので、非常にですね、取り回しもしやすく、駐車にもですね、意外と困らない点がとても重宝しているんですが、それがですね、ランクル300と同じサイズになってしまうと、やはり日本では取り回しのしにくさだったり、駐車スペースに困る場面が、多々出てくるのではというふうに感じています。残念ポイントの2つ目はパワートレインですね。日本ではディーゼルとガソリンの2つのパワートレインのみで、ディーゼルは6速 AT から8速 AT に置き換えられるようなんですが、ガソリンエンジンの方はですね、150プラドと全く、同じエンジンということですので、パワートレインに関してはですね、日本だけで見ると目新しさはほぼないという状況です。どこかで、タイミングを見てですね、ハイブリッドエンジンもですね、日本に導入されるのかもしれませんが、どうなんでしょうか。残念ポイント3つ目、エクステリアですね。はい、武骨でいかにも本格黒缶オフロード特化、このエクステリアもですね、アメリカでは大変受けそうなデザインになっていると思います。丸めタイプのデザインの方もですね、北米1000倍で売られていた FJ クルーザーを彷彿とさせますので、アメリカでは、結構受けそうなんですが、日本では、どうなんでしょうか。私は個人的にはですね、150プラドのザ・オフロードではなくて、街乗りでも十分おしゃれに感じるデザインがとても気に入っています。さらにボンネットですね、プラドのボンネットのこのくぼみの形状もとても気に入っています。これは300も、一緒だと思いますが、このくぼみのデザインはですね、車体のサイドラインのですね、目印にもなるので実用的でもあって、とても気に入っていたんですが、このボンネットの形状も変わってしまっているので、ちょっと残念かなというふうに感じています。エクステリアに関しては好みの問題ですので、このデザインが良いという方も多くいらっしゃると思いますが、皆さんいかがでしょうか。燃費も気になるところです。まだ正式に発表されてませんので、残念と言えるかどうか分かりませんが、プラドの車重がですね、2050から2330に対してランクル250はですね、車体も大きくなってますし、装備も最新化されてますので、おそらくですね、ランクル300並みの、2400キロ前後ぐらい車重があるんじゃないのかと思います。広大なアメリカをですね、減速することなく走る分には良いのかなというふうに思いますが、日本の街乗りユースで150プラドでだいたいリッター6キロ前後ですので、ガソリンエンジンの場合エンジンが同じで車重が重くなるということを考えると、ランクル250おそらくリッター5前後になってしまうんじゃないのかなというふうに思います。このガソリン価格高騰の折、この燃費はかなり日本のユーザーには厳しいんじゃないのかなというふうに感じています。結局ですね、今回のランクル250はランクル200の後継車種として導入されるものなので、日本市場のプラドの後継車種という意味合いは全くなくなっていて、ただ単にプラドという名前を使わなくなったというのではなくて、全く別の車になってしまったと受け止めざるを得ないですかね。ちょうど良いサイズ、ちょうど良い価格の SUV がなくなってしまったというのも残念ポイントの一つですかね。昨今のトヨタの海外重視戦略の象徴、それがランクル250と言えるのではないでしょうか。価
格も北米で約700万円ですので、日本での価格おそらく500万円スタート、諸費用込み込みで600万円ぐらいと予想します。いかがだったでしょうか。北米市場を意識したランドクルーザー250、日本市場での立ち位置微妙かなというふうに感じています。日本市場ではすでにランクル300が納期はどうあれですね発表されていますので、ランクルファンの方は、300選択かなと思いますし、まあ、従来のライトデューティー街乗り SUV にちょうど良かったプラドファンは選択がとても難しくなったなという感じがしています。ちょっと残念ですね。アルパパチャンネルではこれからもアルファード、ベルファイア、ランクルに関する情報どんどんアップしていきますので、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。Figured it out.